お願いします。はい、行きます。続き。続きだよな。ドアを閉めてる。おばさん、鍵持ってたってちゃった。両親は旅行中だって言ってたもんね。しばらくはタケルちゃんが一人暮らしをするっていう設定だと思うんだよね。ほんの、マジ本気出すぞ。スミカは必ずタケルちゃんを起こしに来るんだよな。ああ、想像しいな。朝からこれでは精神衛生上良くないな。先が思いやられるが致し方ない。あれ、これも覚悟の上。あれ、メイヤってこの声だったっけ。あ、あれこの声だったっけ。やったー、タケルさん。さすがにもう落ちてると思うけど、なんかスミカは全然変わってない気がするけど、なんかメイヤの声がどうした、奇妙な声を出してない。これもね、あの王道展開です。知らない女が朝起きたら横で寝てる。そしてね、今ここに登場したのが、二大ヒロインの一人ね、ミツルギメイヤっていうキャラクターですね。なぜだ。このスミカとね、メイヤが一応そのこのマブラブっていうストーリー上では、まあでも他のヒロインもね重要なんだけどね、まあ特に重要な2人っていう位置づけかな。まあ当然だけど、スミカにこんな場面を見られたらね、修羅場になるんでね。この BGM、 あれ、いやここだったらまだこう気楽に聞いてられるんだけどな。起きてるんだよね。そうはいかないよ、もう絶対起きてもらうんだからね。いやー、なんかすげえ怖い。この BGM、 ここでもうこの BGM とか流れてたんだ。私はタケルちゃんを起こすと心に決めたよ。そっちだってタケルちゃんの都合だよ。あの者も親切で言っているのだ無下にするでない。ちなみに俺はマブラブで一番好きなキャラクターはメイヤなんだよね。タケルちゃん、この辺はラブコメの鉄板だね。いやなんかね、スミカの声は多分これそのまんまだと思うんだけど、ちょっとメイヤの声になんか違わねえかって感じは俺したけどね。同じなのかな、これ全年齢版と、まあ18禁版ちょっとわかんないな、変わってんのかも、もしかしたら。おーバカモノ
これで始まってから4発目殴られてるぞ、タケルちゃん。さっきオープニングなかったっけ？あれ？これ初代じゃね？これは多分普通のオープニングだ。この曲は覚えてる。さっきの冒頭のあれは何だったんだ？これはマブラブだよ。これぞマブラブだよ。エキストラのオープニングだ。そう、初代でも流れてたオープニング。すげえ、やっぱこの曲聴くと懐かしいな。栗林みなみさんね。いやー、タマな、タマも出てくるな。あ、ケイだっけ。あー、先生な。うん、一番最初のやつが多分全命令版で、これが多分ほとんど変わってないと思うよ。初代のオープニング多少なんかカットしてるとこあんのかな。やっぱり映せないところが。どうなんだろう。当時の CD でもやっぱりオープニングってあったんだっけ。まあ両親が旅行に行って、スミカとしてはタケルちゃんと二人っきりになると思ったら、知らない女の人がいきなり入ってきたっていう、そんな展開だね。タケルちゃんのバカ、もういいよ。まあこの頃ってこういう描写多かったよな。男も女もなんかツッコミで普通に殴るっていうのあったよ。今ってこういうの減ったよね。美味しかったよ。あいたー。だからタケルちゃんが叩くからだってば。ああ、やっぱ PC 版のオープニングってやっぱちょっと違うのかな。あれ同じだよね、曲とかは。ひどい言われようだよ。大丈夫だ。この坂めちゃくちゃ急な坂じゃねえこれ。どんだけ急な坂なのよこれ。まあ丘の上にあるんだよね、学校がね。この辺の学校の設定っていうのは君が望む永遠と変わらないはずなんだよな。だってタケルちゃんが人の話聞かないの昔からじゃん。今さら何言ってんのさ。私くらいのもんだよね、きっとタケルちゃんと会話できるの。そういえばメイヤってどこ行ったんだろう。なんか全然話に出てこなくなっちゃったけど。まあこのパターンだとまたあれか、転校生として紹介される場面になるのか。タケルちゃんも結構ツッコミで手出してたんだな。スミカはね、もう最初からタケルちゃんが大好きでしょうがない人だからね。あ、止まった。そもそもメイヤが何者なのかとかも全くこの時点で分かってねえ。開口ってな
体どう見てもあれ人間でしょ。紙芝居だけどよく動くな。これ以上は食らわないようだ。え、嘘、どこ。エキストラってワンルートどれぐらいの長さだったのかな。8時間ぐらいなのかな。そんなにないか。あるか。あ、これ人形は多分覚えておいた方がいいような気がする。もう死ぬかと思ったよ。そう、この人形は覚えておいた方がいい。よかった、取れただけだ。これはウサギさんだよ。それに薄汚いなんて言わないで。しかしこの制服、改めて見ると凄まじい制服だな。肩の部分どうなってんの。なんか戦闘服みたいな。まあそうだね、うん、スミカにとってはかなり大切なものだし、まあエクストラ編でも多分この人形の話はまたやるかな、多分な。そんな記憶がある。でもほぼ忘れてるね。今ここまでやってきて分かったわ、本当覚えてない。大枠は覚えてるけど細かいとこほぼ覚えてないね。驚いてる。白陵大附属ヒイラギ学園だ。もうよれなっちゃうよ。ほら急いで急いで。まあ学校とかは今の時代も大して変わんないんだろうけどな。私が引っ張ってってあげるよ。はいはい、ほら行くよ。でもやっぱり最近もう十何年アニメしか見てねえから、この背景が全く動かないっていうのは少し慣れないよ。もうタケルちゃんとどすぎ。今も学校のクラスってこういう日常で変わんないのかな。まあでも学校って10年20年で変わんないよね、きっとね。俺らの頃もこんな感じだったような気がするな。マキー、ナメクジに謝れ。うるさい、私にも謝れ。ちょっと毎朝毎朝騒ぎすぎよ。来た、榊さん、おはよう。榊さん、委員長が来た。委員長、誰のせいだと思ってんのよ。委員長もヒロインの一人です。違うでしょ、あなたよ白金くん。毎日毎日遅刻ギリギリで、おまけに入ってきた途端騒がしくて。委員長は声変わってねえな。いやこの声だ、やっぱ名誉も変わってねえのかな。したら俺がやっぱり忘れてただけかな。ごめんなさい白金くん。まあこっからはまたキャラ紹介が始まるのかな。まず委員長、今んとこスミカとメイヤと榊委員長が来たから。ご忠告ありがとう。まったく、少しは鏡さんの迷惑も考えてあげたら。え、私？一緒に遅刻して騒いで白金くんだけじゃなく、これ何歳の設定なんだっけ。多分高校2年生くらいなんかな、設定的には。あ、私のせいにする。画質が悪くて字幕が読めない。マジで謝れ。あれ白金くん大丈夫、これもしかして画質悪いのかな。ありがとう。
俺の画面では普通に見えてるんだけど。とにかく白金くん、遅刻するのは勝手だけど教室で騒がないで。ちょっと画質上げないとまずい。今のうちからそんなだらけた生活してると。な、何よ。それか画面がちっちゃいのかな、やっぱり。え、どうかな。タコスさん以外で、ね、見てる人がいたらちょっと教えてもらいたいんだけど、画質どう。最大画質にしても 144p になる。なんでだ。これどうしよう。チャットいる？画面に表示してるチャットがいらないんだったらこれ消して画面大きくしたら多分絶対見やすくなるんだけど、やっぱコメントがないとコメント命かなと思ってさ。あ、タマ来た。これタマです。タマ来たわ。タマかわいいわ。大丈夫？大丈夫？でもタマセさんももう少し余裕持ってくればそんなに焦らなくて済むのよ。あ、ありがとう。どう？コメントを下に表示した方がいい？しない方がいい？それはもうリスナーさん次第で変えます。いるんだったらこのまま撮っておくし、白金くんなんか、まあ、アーカイブ見る人はコメントあった方が面白いのかなと思ってつけてんだけど、まあいらんって言うんだったらあの画面の方を大きくしますけど。スミカちゃんもタケルさんもおはよう。やっぱタマの声かわいいな。おはよう。早速だけどほら渡り廊下、もう神宮寺先生歩いてる。タマの声優さんもすげえ有名な人だよね。マリモちゃんマリモちゃんも来るか。いや、やっぱすごい勢いでキャラ出てくるな。ほら早く教室入って。委員長よ。そっちこそバカは休み休みにして。そしていいわ、ね、女ばっか出てくるね、やっぱな。マリモちゃんだ。まあマリモちゃんとかってオルタ見たことないとか、マブラブ見たことない人でもどっかで見たことあんだろうな。有名なキャラクターではあるよね。起立。ねえ、着席。それじゃあ出席取るわね。やっぱこれ声優さん変わってねえんじゃねえかな。マリモちゃんもこんな声だった気がするし、タマも変わってない。まずは鎧くんと。バルジャーノ。ねえ、鎧くん今度はどこ行っちゃったのかな。鎧くんもね、重要というかメインキャラの一人です。北極とか南極だったり、なんかいろんなところをお父さんについて旅してんだったっけかな。みことちゃんはどうしましたか。南太平洋あたりだって。今朝お父様から連絡があったそうです。連絡？南太平洋か。あと欠席はあやみねさんね。あやみねさんね、焼きそばパンの人。だいたいメインキャラはだいぶ出てきたな。あとは先生ぐらいか。さあ、あやみねさんは連絡受けてないわね。はい、それじゃあ。隣って誰だったっけ。俺の隣。男？今日は悲しいお知らせがあります。
ゴーダくんが転校してしまいましたああそういうことそういうことか。ああそれで来んのね。ああそこも王道鉄板の流れってことか。席が空いたとこに入るってことか。なんでも急に野球の実力校からスカウトが来たらしいの。フードメーカーだったのに残念ね。タケルちゃん、ゴーダくんが転校なんて知ってた？なんかこのゴーダくんってなんか何かに出てなかったっけかな。どうしちゃったんだろう。なんだろう、なんか名前が覚えてんな、ゴーダくん。ヨロイくん仲良かったからね。なんかアーチ系のゲームでなんか出てなかったっけ。じゃあみんなも精一杯悲しんだところで、そうだね、エキストラはやっぱり基本的に鉄板の話やからね、王道ばっかりが続くよね。またですか。今度は女の子よ。白金くん、よかったわね。さ、はい、入ってきて。鉄板の流れです。はいはい、白金くん、はしゃぎすぎよ。しかしやっぱメイヤの髪すげえなまあこれはね、今回オルタネイティブではキャラデザが変更されちゃって、今日から皆さんと一緒に勉強することになった、猫耳というのか、なんかこう兜みたいな髪型は廃止されたらしいですが、席はそうね、白金くんの隣にしましょう。ちょうど空いたから。は、心得ております。タケル、共に過ごせることを嬉しく思うぞ。あーでもこんな声だったかな。おん、名誉でよい。おタグ、そなたに感謝を。あーでもこの声だった気がする。昨夜は夢心地であった。傍らにそなたのぬくもりを感じて眠れたのだからな。まあエクストラ編はこういう感じで、ラブコメ路線です。まあラブコメっていうか、まあギャルゲー路線っていうのかな。タケルさん、タケルさん、どういうことですか。こっちに話しとくのは三つ鶴さんのこと。どこまで行きましたか。しかしタマ、タマの鈴もでけえな。マジかよ、白金と三剣さんってできてんのか。あーこんな展開だったんだっけ。嘘、鏡さんどうなっちゃうわけ。まあそりゃ鏡住処はね、こんなことやこんなことしちゃった。口ではああ言ってるが、向きになって否定するあたり怪しいと思うわ。こんなにモブの声とか入ってたんだな。
きっちり説明してもらいましょうか。怪獣のオマージュどうなんだろう、この頃って怪獣あったのかな、ちょっと覚えてない。ていうか今のざわざわっていうのはあの昔のあのエロゲバージョンの時にあったのかどうか覚えてないな。もしかしたらだけどこの全年齢版から入ったのかもしれないし、基本的にはあんま変わってないと思うんだ。こういう立ち絵も見たことあるんだけど、さっきの演出はなんかあんま見た記憶はないんだよ。何を騒いでいるのだ。メイヤで良いと言っている。メイヤさん、それよりタケル、皆がそなたに向ける目が尋常ではないが、何かあったのか。何かあるのなら私に話すがよい。何を遠慮している。そなたの窮地は私の窮地だ。そなたのために私はあるのだ。いやメイヤってこんな感じだったっけ。メイヤちゃんってなんかすごいね。そなたは。私タナセミキ、よろしくねメイヤちゃん。人か猫か。どっちでもいいの。そうか、見知りよくがよい。メイヤ、メイヤでよいと言っておろう。なぜ名を呼んでくれないのだ。タケル、私の名を呼べぬ理由があるのなら言ってくれ。でも当時のエロゲってこういう感じだったんだっけかな、覚えてねえな。君が望む永遠はこの前なんだよな。2003年ってクロスチャンネルとかってもう出したのかな、まだだと思うんだけどな。まあアージュは間違いなくこういう画面演出力はすごい会社だったよね。何でも申せ。今のエロゲってどうなんだろうね。やっぱもっとグリグリとこういう構成なのかな。今のエロゲもこう背景に対して立ち絵を使って差分を使ってこう演出するような感じで作ってるのかな。いやタケルちゃん、お弁当食べるよ。知ってるよ。だからはい、お弁当作ってきた。食べて。おばさんから頼まれたんだから、だから食べて。っていうか食べなさい。スミカってやっぱこんなに。ここでタケルちゃんにべったりだったんだな。やっぱ声優の入れ替えあんのこれ。待て。俺がメイヤある、もしかして。この俺の中でね、今のメインキャラクターの中でちょっと若干違うんじゃねえと思うのメイヤだけなんだよね。スミカとタマと委員長とマリモちゃんは多分変わってないはず。そのような危険な場所に赴こうというのか。だからお弁当があるよ。私に任せるがよい。でまたメイヤも多分今度のオルタでは声優変わるんだろうな。まあ、今度は全部変わんのか。タマとかも変わっちゃうのかな。タマ変わんのやだな。あなたはせっかちだな。来たようだな。
なんかこんなのあったような気がする。コックさんだ。いっぱい出てきてシロアリみたいだね。今日は少々手間取っているようだ。知らぬ土地ゆえ許すがよい。こんな立ち絵あったっけ。覚えてねえな。お嬢様、お待たせいたしました。動画まだ半分なんだ。え、さあ何でも好きなものを彼らに頼むがよい。いずれも頂点を極めんとする匠の料理人たちだ。すごい。まあメイヤはめちゃくちゃお金持ちなんだよね。何が良い？和洋中、望みとあらば少数民族の特殊な料理でも構わぬ。廊下の向こうまで続いてるわ。三剣家の厨房を預かる料理人たちだ。そなたのために集めたのだ。遠慮することはない。なんかスミカの話もメイヤの話もどうなんだか、そういえばあんま覚えてねえな。こんな立ち絵あったっけ。なんでも申せ。よい。これって今どっちのルート行ってんだ。満山全席だって。やっぱ最初はスミカルートなのか。有名な生態語は大変なグルメで、これはそのご機嫌を取り持つためのものだったと聞くぞ。その絢爛豪華さは桁違いで、なんだこの説明セリフは。満州族の料理108種類を永遠で数日間にわたって食べ続けるらしいわよ。アニメとかになったら全部カットだ。どうやって学校で食おうってんだ。アイスバーガー。いや、私にはそうは聞こえんが。よろしくお願いします。まあいい、それで良いのだな。今はみんなでオルタネイティブに備えエクストラを振り返ってます。タケル大丈夫か。これは懐かしいな。たまたま投げた辞書がタケルちゃんに。私の手からもなぜか辞書が飛んでいってしまったわ。ちゃんと千鶴ちゃんが面白そうだったのでミキもやってみました。なんとこの学園では辞書を投げる習慣があるのか。委員長ってこの時点でこんな感じだったの。それよりタケルちゃんがこれだと満願全席は無理だね。ミツルギさん、そのお騒がせなじゃなくて迷惑なでもなくて、とにかく料理人さんたちにお引き取り願えるかしら。しかしタケルの昼食が。きっとタケルさんは夢の中でお腹いっぱいお料理食べてますよ。だいたいそんなものひでえな。昼休み中に食事終わらないでしょ。こんなひどかったっけ。言っていることはもっともだ。他のものの邪魔にもなろう。料理長。は、仰せのままに。ふう。タケルちゃんどうする。とりあえず放っておきましょう。それじゃあみんなでご飯にしましょう。そういえば俺もご飯炊かなきゃダメなんだよな。タケルちゃん、どういうこと。なんとかしてよ。なんだ、いい感じに忘れてんな。どうした。なんでメイヤがここに来たかとか全然覚えてねえや。何やら機嫌を損ねているようだし、何かあったのか。満館全席って確かすごい高いセットっていうかそんな感じなんだっけ。私とタケルちゃんの家の近くだね。
あーやっぱりメイヤだけ変わったんだ。まあもしかしたら声優さんが引退したとかそういうのがあったのかもしんないね。まあしょうがないね。そうだな、そういうことになる。どっちの声に似せてくるかは気になるな。オルタで初代か2代目か。これ2代目だよね。まあでも慣れちゃうだろうけどな。どうだろう。公園か。人はいさ、やっぱね、ちょっと違う感じがするね、やっぱね。花ぞ昔の花に二歩行ける。でもこれってことは音声取り直してんだね。狭くなったのか。どうせろくでもないことだよ。タケルはここで遊んでいた頃のことを覚えているのか。そうか、伏線だな。あれ、なっちゃうんだね。何になるんだろう。何になんだろうな。ここが。でもメイヤとかだったら普通にこの土地自体を買っちまいそうだけどな。いるけど大抵同じ子だよ。子供がもう少ないんだね、この辺は。もうこの頃から少子化だったのかね。子供が少ないって。タケルちゃんだけだよ。ミツルギさんは？タケルちゃんの家。なんだ、戻るなり騒がしいな。タケル、案ずることはないぞ。あの公園は未来永劫あのままだ。はあ、やっぱり今度はあれ、これスミカどうすんだったっけかな。これなんか彼女も彼女とかいうのを話し合ったら一緒に住む展開になるよな。髪の長い女の人がここに入ろうとしてて、声をかけたらにこやかに、今日からここに住むことになったミツルギメイヤと申す者ゆえ、以後見知りおきよって挨拶された上に、家から出てきて変な女の人に近づきましてしみて呼吸が出てきてもらっちゃったって言うから来てみれば。鉄板の流れだな、本当に。本当に王道、王道というのか。うるさいって何よ。おじさんとおばさんが旅行に行ってるからって何してんのよ。変わってないの。エロゲではよくある。あ、今のエロゲってどうなんだろうね。そのことについてなのだが、もうエロゲ十何年やってないからな。まあさすがにでもやっぱちょっと変わってんじゃないの、テキストとかは。こう今時に、まあ今時っていうのがあるかどうかわかんないけどさ、これも王道って言ってるけど、あくまでも20年前の王道だからな。わかった。
そなたたち、食事の用意ができたそうだが。食事の用意って、タケルちゃん一体何様？あ、バカって言った。バカって言う人は自分がバカなんだよ。すげえ血は喧嘩だな。返事がないですね。意識レベルも低下しております。大丈夫なのか？私にお任せください。メイヤ様はお食事。この人名前なんつったっけかな。よろしく頼むぞ。月読み？月読み？なんかそんな名前だった気がするな。終わった。多分終わった。これ次の動画行った。いや、次の動画行ったのかこれ。あれ、スミコだけか。こうちゃんも多分次の動画行った。ウルターベンパワード見に帰っちゃったよ。あ、ごめんなさい、ちょっと2分だけ時間もらっていい？ちょっとトイレ行ってきていい？ごめんなさい、ちょっともう一本これ見て終わりたいんで、ちょっとトイレ、皆さんもトイレタイムと飲み物タイムでちょっと2分だけ時間ください。ちょっと行ってきます。すいません。すいません、戻りました。再開しますね。再開します。行きます。忘れてた。タケルちゃんはウルターメンパワード見ないの？もう漏らす。どうして見ないの？漏らすな。つまんないからいい。それより何して遊ぶ？嘘だ。タケルちゃん、ウルターメンパワードごっこしていっつも遊んでるもん。ガルバンごっこだってやってるよ。ていうかこれ過去だとタケルちゃんに声入ってんな。うるさいな。見ないったら見ないの。それより二人だけど何かして遊ぼうよ。いいの？帰った方がいいよ。始まっちゃうよ。ウルターメンパワード。ウルターメンパワードってなんかの伏線だったんだけどな。覚えてねえな。約束は破っちゃダメなんだ。怒られるんだ。約束？スミカとここで遊ぶって言った。いいの？いいよ。さ、遊ぼうぜ。本当に？本当だ。ほら、遊ぼうぜ。うん。何して遊ぶ？何する？よし、ケーキを作るぞ。どうやって作るの？バッカだな。砂で作るに決まってるだろ。砂。やったことないのか？砂場。初めてだ。そっか、なら俺が教えてやるぞ。うん。こうやって砂を集めるんだ。あれ、なんか柔らかいな。変なの。
ウルトラマンパワードはどうだったっけかね。ウルトラマンそこまで詳しくねえからな。子供の頃見てたような記憶はあるけど、どうしたタケル、目が覚めたのか。幼馴染と推しか系の二人か。今は何時だ。本日は松葉に良いマサバがありましたので、この人つくよみさんかな。それはうまそうだ。それではいただこう。どうしたタケル、気にすることではなかろう。95年か。何か私の顔についておりますか。あら、申し遅れました。私、名屋様の侍従を務めさせていただいておりますつくよみと申します。つくよみさんね。今お見知りおきを。昨日の夕食時にでも紹介しようと思っていたのだがな。うん、これは見事だ。そなたも食べるがよい。でも20年前だけど、あんまり家の中って変わらないんだね。なんかあのテレビがちょっと液晶なんだかブラウン管なんだかよくわかんねえテレビだけど。端的かつ絶大な説得力だな。しかしそれはん、そうだ、うわつくよみ、よろしいのですか。よい、かしこまりました。タケルさん、あれ、これいつまでこんな話続くんだったっけかな。まだ共通ルートなんだよな多分これ。起きてる。しかもご飯なんか食べてるし。用意させるゆえ、鏡も一緒にどうか。松葉より良いマサバが届きまして。ええ、あら、サバか。申し遅れました。私、名屋様の侍従を務めさせていただいております。お腹すいたな。はあ、なんで。そうだ、そのことを伝えようと思っていたのだ。つくよみ。はい、つくよみ、こちらに。不純異性交流。なにこれ、小泉純、小泉じゃん。最後を見るがよい。ああ、そうなんだ。これって小泉さんが総理大臣の頃だったんだ。ということだ。ここを曲がりさせていただく間、結局そういえば白金、タケルちゃんの両親って、母上様にはこれってちゃんと出てくるんだったっけ。世界一周と聞いているが、お二方たってのご希望で周遊の折のスケジュールに組まれております。しかし住処のアホ毛やべえな、うん、お戻りは早くて年明けかと。見ての通り正式な許可をいただいている。旅行自体はメイヤたちが仕組んだんだっけ。それにしてもタケル、そなたはもう少しその優しくいたせ。あ、いや、胸を触るのは構わないのだ。ただもう少
し手加減を頼む。今朝は少々痛かったぞ。まあなんと荒々しい。タケル様、男らしいですわ。男子たるもの、夜の営みにおいてふぬけているよりは多少そやな方が良いというのは月読みから聞き及んではいる。これ何を話せばいいんだろうな。それゆえ私もそのことについては良いのだが、乳房とは女性が女性たる素晴らしき部位の一つであり、非常に繊細であるがゆえにより一層の、テレビアニメは確か全員変わってるはずだよ。なんかスミカだけとかじゃなくて、タケルちゃんも含め全部変わってるはずだよ。多分18禁版と通常版は変わって、ゲームは変わってないけど、多分あの全特化へ多分引き継いだ人がいないぐらい変わってるはずだよ。あの今回のオルタのアニメはね、多分この機会にそなたに。ほんとこの星になる演出多いな。そしてこの BGM が怖すぎる。この音は反射的に怖くなっちゃうのよ。私はぜひに説明を求めたいところで。メイヤ様。ん？タケルはどうした？外にてお待ちでございます。さあカバンを。さすがに、はい、このゲームをやってた当時はこれがアニメ化するなんて思わなかったよな。まあエクストラはアニメ化しないけど。鏡、準備は良いか？え、あ、うん。つくよみ、先ほどのタケルの言葉すべてお任せくださいませ。頼んだぞ。つくよみさんの声もいいな。大丈夫か？あ、この声。お前がいきなり車の前に降ってくるから驚いたぞ。あれ、これでなければ買わせたかと。そうだ、パロディやってた、思い出した、こんなのあった気がする。これやべえじゃん、まんまじゃん。あ、こんなのあったっけ。お前が白金タケルだな。これ大丈夫だったのかな。まあ大丈夫なんだろうけど。ともすれば長い付き合いになるかもしれないからな。顔ぐらいは覚えておく。イニシャル D も懐かしいな。メイヤ様、お迎えに上がりました。うん、今朝は徒歩で行くつもりなのだ。許すがよい。かしこまりました。うん、ではお気をつけて。小安さんだね。どんだけ長いのよこの車。どうやって曲がんのよこれ。なんか長い車だね。そうか、60メートルくらいだろう。すごい、なんかこうごくごく普通に、なんかこう、うん、微妙な客がすごい多いな。行かぬのか？エクストラ。なんだ、ほら行こう。よい、気にするでない。ゲルちゃん、結構どうだったんだっけ、この時代のギャルゲで、ギャルゲ系で有名なやつってなんだっけ。トゥーハートとか。トゥーハート2はこの後だよな。トゥーハートはこれの前だろうし、ダカーポ、ダカーポとかも結構有名か。まあこう、なんつうの、純然たるこういうギャルゲ系っていう作品ってなると、ダカーポ、トゥーハート、あとなんかあったっけかな、有名なのって。そなたは恵まれておるな。ん？
この辺はこの辺はギャグなんだよな。しかも今の音楽あれじゃん、君が望む永遠じゃん。そういえばそんなシーンあったな。おはよう。あ、来た優子先生。あ、やっぱりさっきのそうだったの。この人も重要なキャラクターだからね。まあ大丈夫、人間って意外に丈夫にできてるから。腕のいい脳外科医なら紹介するけど。死ぬかと思ったよ。やっぱり変な伏線入ってんな。この辺朝から星になるなんていい技持ってるわね。うっ、光月先生ひどい。次からは避けてね。タケル、このご婦人は教師なのか。あ、左右の歌か。左右の歌ってニトロプラスだったっけ。俺左右の歌だけはやったことないんだよね。結構俺この辺の名作エロゲってほとんどやってんだけど、左右の歌ってなんかなぜかやってないんだよね俺。あれ結構なんかやばいよね。ご訂正なさいませ。蜜月財閥次期当主をこれ呼ばわりとは聞き捨てなりません。財閥なんだよね蜜月さんはね。下がれ、つくよみ。恐れながら。よい、今の私は一階の学園生だ。まあこの頃ね、エロゲ系をやってた人たちって今何歳だよって話だからね。多分35は超えてんのかな。この名家の不徳のいたすところ、とんだご無礼を。平にご容赦を。つくよみさん消えたね。私も知らぬ。いつもああなの。いつもああだ。蜜月財閥って。私の成果だ。重工業から銀行、ファミリーレストランまで幅広く事業を展開し、日本経済の中枢を支えている世界でも屈指の財閥でございます。超お金持ち設定だよね。名家様は世界に冠たる蜜月財閥次期当主なのでございます。蜜月財閥は先々代によって行われた聖域なき構造改革によって、その2000年の歴史で、マブラブオルタをリアルタイムでやってた若者たちの世代って多分それぐらいかな。35から45の間ぐらいが結構そうなのかな。さすがに結構もうアニメ見てない人も多いのかもしんないな。やっぱな、コンピュータ、福祉から物流など幾多の産業分野において成功を収めてまいりました。これらすべては財閥の基盤となる後世に歯を示す精神により。こんなのあったっけ。この演出は全く覚えてねえけど、まあ、蜜月財閥はでかいってことだよね。ロシア、アメリカに先進を許した宇宙開発事業においてもいずれに次ながら世界を震撼させることでありましょう。常に時代の先を目指す蜜月財閥に不可能はございません。先々代は言い残されました。蜜月に生を受け者は天然、生涯に一度後世にそんな驚かすお話もないと。その場所は常に蜜月に出するものの精神と深く結びつき、いつの時代にも必ずや形を成し、世界を啓蒙するものになって、皆様方の目の前に姿を現していく。こういうゲームは本当にゲームやるのに時間かかるんだよね。これエクストラのワンルート終わるだけでも何時間かかるんだろう。今もまだ多分この状態で5分の1も多分終わってないんじゃねえ。あれ止まった。大丈夫これ多分止まってないと思うんだけど。あれ、なんだろう。よいしょ。いや動いてんな。なんかの演出かこれ。はあ、ああ素晴らしきかな蜜月財閥。
それでは失礼いたします。というわけだ。蜜剣財閥、月読みさんって神出鬼没だね。私を支えてくれている家臣の一人だ。専属侍従長兼教育係としてよくしてくれる。うん、学問以外の知識は全て月読みから学んだと言っても過言ではない。警護としても優秀でな。見たろ、あの担当を使わせたら右に出る者はおらぬ。忍者みたいな設定の人だったよな。これぞまさに平常心。凄まじいばかりの胆力、恐れ入りました光月教諭。先生、おお、立ち往生とはお見事。光月教諭はどこぞ名のある。まあエキストラはこんな感じよな、常にこうギャグテイストでつながって。はい、ということで次の動画行きました。もう1時間ちょっと超えたんで今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。かなり進んだような気はするんだけど、まあ何のためにこれ皆さんと一緒に動画を見てるかというと、まあ皆さん分かってる人は多いと思うんですけどね、秋アニメでこのマブラブという作品のね、最終章にあたるオルタネイティブというのがねアニメ化されます。そのオルタネイティブをね、しっかりと見るためには理解するためにはね、どうしてもこのゲームのエクストラ編とアンリミテッド編っていうのをね、見ておくのがベストですんで、まあ僕もねもうゲームをプレイしたのが15年以上前なんで、だいぶ前で、ほとんど内容がやっぱり覚えてないんでね、改めて見ると。一回ちょっと見直したいというのもあって、皆さんと見れたらなという感じでね、枠を取らせてもらってます。ちょっと今日はもう枠は取らないかもしれないですけど、明日以降とかも時間があるときにはちょっと突発的にね、枠を取っていきたいと思うんで、よかったら、一緒にね、タイミングがあったら見てくれたらこれからも嬉しいと思いますんで、よろしくお願いします。あとは今日はね、過激少女、最新話の、感想動画も上げたいと思いますんで、よかったらそちらも見てください。よろしくお願いします。あとコメントしてくれた方はね、皆さんありがとうございましたね。トロさん、おいしいタコスさん、上の嫁さん、やっぱりねコメントせっかくなんでねあった方が楽しいんで、あとトール君もねありがとうございます。またよかったらね見に来てコメントしてくれたら嬉しいと思います。よろしくお願いします。ということで、今日はとりあえずこれで終わりたいと思います。あとはオリンピックでも見ましょうか。お疲れ様です。失礼します。お疲れ様。